モンクレールはダウンジャケットなどを提供するフランス発祥のファッションブランドの一つである。現在はイタリア・ミラノに本社を置くモンクレール SPA が運営している。ダウンジャケットメーカーとして1952年、フランスのグルノーブル郊外、モネスティエ・ドゥ・クレルモンで創業され、頭文字を取ってモンクレアと名付けられた。アルピニストの要望に応えるために研究を続け、1954年、イタリアからコラム盗聴隊、1955年、フランスマカル盗聴隊、1964年、アメリカアラスカ遠征隊などの装備に採用され、1968年のグルノーブルオリンピックでフランスナショナルチームの公式ウェアに採用された。2013年12月、株式上場企業となった。2020年12月、イタリアのスポーツ医療、ブランド、ストーンアイランドの買収を発表した。モンクレールのダウンジャケットは、AFNORから4Flcoronsが与えられており、グースの産毛を使用し、各部位ごとに合わせて1グラム単位で決められ、職人によって生産されていくため、大量生産ができない製品という特徴がある。また、品質や機能性のみでなく、ダウンジャケットでありながら、体のラインが綺麗に見えるデザインである。近年では、ポロシャツなど、ダウンジャケット以外の商品展開も見せている。日本では2008年以降、八木通商との合弁会社の現地法人である株式会社モンクレールジャパンが輸入、販売しており、直営店、大手百貨店、セレクトショップ等で購入することができる。この流通経路のモンクレール製品には正規品であることを証明するカスタマーカードがついている。並行輸入して販売しているショップも多くあるが、並行輸入品にはカスタマーカードはついておらず、正規品である保証はない状態となる。2005年に木村拓哉が CM で着用して以来知名度が向上した。ありがとうございます。